浜口祐香。浜口祐香は、間口雄幸、1870年5月1日。明治3年4月1日から1931年。昭和6年8月26日は、日本の大倉官僚、政治家。議会は、二位。君党は、君位党。号は空国。大倉大臣、第25代。内務大臣、第43代。 内閣総理大臣、第27代、立憲民政党総裁などを歴任した。1870年5月1日、明治3年4月1日、土佐国長岡郡五大三島国、現行地市の林業を営む水口家に、水口種平の三人兄弟の罰子として生まれる。雪きと命名されるが、父親が出生届を出しに役所に行く途中で酒を飲み、 役所に着いた時には、名定状態になっていた。その状態で出生届を記入し、誤って、名前を前後逆に記入した届が受理されしまい、有効となった。1889年、明治22年、高知県八木群田野村、現伝野町の祖宝家、浜口義立の16歳の長女夏子と結婚し、浜口県の養子市となる。旧制高知中学。 現高知県立高知追手前高等学校、第三高等中学校を経て、1895年、明治28年帝国大学法科政治学科、後の東京帝国大学、現、東京大学を3番の高成績で卒業。同窓会であった28回は後に、政治ネットワークに発展した。締原基十郎とは、第三高等中学校。 帝国大学を通じての同級生であった。大倉省に入り、専倍局長官、停心次官、大倉次官などを務め、1915年、大正4年に立憲党司会に入党、衆議院議員に当選して大議士となる。加藤公明内閣の大倉大臣、第一次、若月内閣の内務大臣などを務める。立憲民政党初代総裁として、 超作林爆殺事件の攻めで総辞職した田中義和内閣の後に内閣総理大臣に就任任期1929年7月から1931年4月して組閣を行う財界からの信任のある井上淳之介前日本銀行総裁を増賞に起用して金解禁や金縮政策を断行しまた野党 立憲政友会の反対を排除して、ロンドン海軍軍縮条約を決。明治生まれでは、初の内閣総理大臣である。官僚出身でありながら、その風貌から、大四宰相と呼ばれ、金元寺直さも、相まって、強烈な存在感を示しつつも大衆に親しまれた首相である。浜口が政治家として過ごした大将から、昭和初期は、まさに激動の時代だった。 この激動を乗り切って首相に上り詰めたのは、浜口の実直さや正義感、頑固さを高く評価して、彼を押し上げていった、中の政治家、財界人たちの期待の結果である。浜口は、大倉省入省後、一度上司と衝突、しばらく地方回りをしてかなり苦労した。見るに見かねて、若月玲次郎ら先輩や友人が、卑怯の嘆願を行って、 東京に呼び戻したというエピソードもある。その後、浜口の有能さを見込んで、後藤新平が在入りを置く時、さらに政治家となってからは、加藤孔明が自身の副審として徴用した。やがて増書を歴任するなどした浜口は、県政会の幹部として影響力を増していった。中でも、後に国際協調と呼ばれる軍縮に賛同する姿勢が、 終始一貫していたのは注目される。第一次世界大戦中より、帝国海軍拡張は当然の空気もあり、軍部、とりわけ海軍省、海軍軍令部は、帝国国防方針に基づく88、艦隊確立のため、国防費増額を要求していた。しかし浜口は、大戦も連合国の勝利に終わり、平和の到来が確定するや、国防の充実に理解を示しつつも、 国家予算の多くが国防費に消費されていることによる国民生活の危機を感じ始めていた。その上、戦後軍閣の名のもとに再現な機械軍費の膨張が始まると列国間の嫌韓競争が激化することをも憂慮していた。特に米国が国際社会の中で相場一番の大国となるのは明らかであり、そのことについて浜口は 我が国のまず指揮をもって、米国に追従せんことを、到底思いもよらず、我が国は、国力の関係上たとえ一切を犠牲とするも、英米二国の海軍力に追従することを、ノーハズとまで述べてる。日本の国力、実力を知る浜口は、英米との対決は、不可能であることを理解していた。このことは、国民生活の負担の軽減と、見事にリンクする。 戦後不況、社会不安が増大する中で、軍拡から軍縮に転換し、その軍縮余剰金を財源に、国民負担を軽減する施策を提示したのである。明治以来、軍備拡張が当たり前の空気がある中で、大戦後、戦争から平和へ、軍拡より軍縮へ、積極財政から、緊縮財政へという政治家の信念を貫き通す、姿勢は高く評価する声がある一方で、 反面、緊縮財政が、デフレ不況を悪化させ、国民生活を圧迫し、法実社会不安を増大させるなど、経済政策においては酷評されることもある。日本の首相で初めて当時最新のメディアであった、ラジオを通じて国民に直接自身の政策を訴えた首相でもある。以上の経験は、1929年、昭和4年に成立した。 浜口内閣に遺憾なく発揮された。田中義一内閣が異例な形で総辞職した後を受けて浜口は政治空白は許されないとしてわずか一日で組閣を行った。その電光石火の早技に牧野信明内大臣が意気込み頼もしく感じたりと記すのも無理はなかった。浜口はうちには大戦の公共に 時代慣れした士官に警告を与えて不況からの脱出を唱え、他方、外には外務大臣に、しで原基重郎を徴用して、国際協調路線を貫いた。しかし、そのためには政府与党が盤石でなくてはならない。第2回普通選挙で、声優会に圧勝した浜口は、政局運営に自信を持った。だが、その浜口でさえも、 政党政治は最高の形態と見ていたわけではない。世界多数の文明国における政治の形式であって、他に変わるべき良き政治の形式を乱すことができないためとしてる。ベストではないが、ベッター、チョイスというわけである。それゆえに、浜口は、この時代を政党政治の試験時代と認識した。この認識は、ロンドン軍縮でも活用された。浜口は、 日本側の主席代表に若月玲次郎を任命した。ワシントン会議では加藤智三郎、ジュネーブ会議では斎藤実と、それまでの海軍軍縮会議の責任者は海軍出身者だったが、今回は民政党の大幹部たる若月、つまり文官を任命しただけでも浜口のスタイルが理解できる。ロンドン軍縮会議は紛糾を重ねた。軍令部を中心に、 強硬派が巡洋艦の日本の大英米保有比率7割に猛反対。これに右翼や野党も同調して、対外問題は一挙に国内問題に転じた。浜口首相は根回しを山梨勝之進海軍時間に依頼するが、反対派には伏見宮広安王、東郷平八郎といった大物が存在し、速やかな解決は不可能だった。宮中ではこの事態を危惧して、 自重長、鈴木幹太郎に根回しをさせるほどだった。圧倒的な議席を有する民政党を率いる浜口は大衆に支持されていた。また宮中からも信頼されているという自信があった。そこに彼自身の頑固な性格が加味されて根回しに頼らず正面から南極を突破しようとしたのである。みじくも宝部評海軍大臣に唯一正道を歩まん。 たとえ玉サとも、男子の本会ならずやと述べているのは、まさに浜口の真骨頂なのである。両帝政治を嫌い、また、根回しを回避し、断固たる姿勢で政局に臨んだ浜口は、戦前の首相としては、珍しい存在である。その政治手腕は、その意味で、一長一短はあったが、自らの政治哲学を頑固に追い求めた点、首相としては、稀有な存在と言える。 浜口が内閣総理大臣を引き受けるにあたって主眼となっていた課題は経済政策であった。第一次世界大戦後の国内公共が既に終わりを告げて久しく、1927年、昭和2年に起きた金融恐慌をはじめ、日本国内が長い不況にあえいでいる一方で、軍拡の動きも活発であった。軍部の動きを抑え、同時に日本を 不況から脱出するためには、金解禁が不可欠であると、浜口は考えたのである。実際には、第一次世界大戦後に再建された、新たな金本位制は、諸外国においても、成果不足から軒並みデフレの原因となっていたため、不況から脱出する頃か、むしろ各国を不況に追い込んでいた。一貫して、国際協調を掲げていた浜口は、 増殖に元日本銀行総裁の井上淳之助を起用し、彼の協力のもと、軍部をはじめ内外の各方面からの激しい反対を押し切る形で、金解禁を断行。当時、日本経済はデフレの真っ只中にあり、嵐に向かって雨戸を開け放つようなものだとまで批判された。特に当時の日本経済の数千を無視して、旧陛下、円高水準において解禁した。 石橋山ラジャーナリストは新陛下での解禁を主張していたことで輸出業の減退を招き、その後のより深刻なデフレ不況を将来することになる。結果としては、直後に起きた世界恐慌など、世界情勢の波にも直撃する形となり、浜口内閣時の実質 GDP 成長率は1929年、昭和4年には0.5%、翌1930年。 昭和5年には1.1%と経済失勢であると評されることになる。浜口自身、我々は国民諸君と共にこの一時の苦痛を忍んでと語るように国内の経済問題が一日にして好転するとは考えておらず、むしろ金海金は経済正常化への端緒であり、その後長い苦節を焚えた後に日本の経済構造が改革されると考えていた。しかし、 結果的には大不況とその後の社会不安を生み出した原因ともなり、経済失策は後に過根を残した。任期中に浜口自身が教団に倒れたため、その後の経済政策は第二次若月内閣が引き継ぐ。そして1931年、昭和6年の成長率はまたも0.4%と低迷することとなる。この大不況は、 民政党内閣から交代した、声優会、犬会内閣において、増床を務めた、高橋惚歴用のリフレーション政策により、長きにわたるデフレを収束させることでようやく島まを告げることになる。高橋の取った政策は、金融室の再金主と日銀の国債引受けによる、積極財政という浜口内閣とは、正反対の政策であった。犬会内閣において、 成長率は1932年、昭和7年に4.4%、1933年、昭和8年に11.4%、1934年、昭和9年に8.7%と劇的な回復を見せ、日本は世界に先駆けて不況からの脱出に成功することにる。浜口内閣の政策は激しい攻撃にさらされ、 その反発はやがて銃撃事件として紛失する。1930年、昭和5年11月14日、浜口は、現在の岡山県浅口市で行われる陸軍の演習の視察と、昭和天皇の行行への付き添い及び自身の国帰りも兼ねて、午前9時発の神戸駅特急、円に乗車するため、東京駅を訪れる。午前8時58分、 円の一号車に向かって、第四ホームを移動中、愛国者社員の佐郷や止め尾に、至近距離から銃撃された。銃撃された首相は周囲に大丈夫だと声をかけるなど、気丈で意識ははっきりとしていたが、弾丸は骨盤を砕いていた。自身の階層によれば、銃撃の直後は小さな音とともに腹部に異常を感じたが、激痛というべきものはなく、 ステッキくらいの物体を大きな力で下腹部に押し込まれたような感じであったといい、同時に、うむ、やったな、殺されるには少し早いなというような言葉が脳に浮かんだという。液長室に運び込まれた浜口首相は駆けつけた東京帝国大学外科学主任教授の塩田、広重の手によって輸血が施され、容体の安定に伴い、 東京帝国大学医学部付属病院に搬送され、同病院にて腸の30%を摘出する大きな手術を受けて一命を取り留めた。当時、原高暗殺事件以降、駅における首相の上皇時は一般人の立ち入りを制限していたものの、首相自身の人々に迷惑をかけてはならないとの意向により、立ち入りは制限されていなかった。また、 銃撃発生当時、同ホームでは、ソビート連邦に向けて赴任する、広田幸樹大使が出発しており、見送りに万歳参照を行っていた、締原喜十郎外相や、その他多勢、当初銃撃に気づかなかったといい、広田大使らを乗せた列車もそのまま出発している。その後、銃撃に気づいた、締原外相は、事件直後に搬送された、駅長室に首相を見舞っている。 犯人である、スケサトヤは、浜口は社会を不安に貶め、陛下の統帥権を犯した。だからやった。何が悪いと供述したが、統帥権看板とは何かという質問には答えられなかったという。入院中は、茂原外相が臨時首相代理を務め、浜口首相は、翌1931年、昭和6年1月21日に退院した。しかし、野党、 声優会に所属する、鳩山一郎らの必要な登壇要求に押され、同年3月10日、無理をして衆議院に姿を見せ、翌11日には、貴族院に出席している。それでも、声優会からの議場登壇要求はやまず、18日には、登壇するも声は、かすれ、旗目にも容体は思わしくなかった。4月4日に再入院した首相は、翌5日に手術を受け、 これ以上の総理職続行は不可能と判断。4月13日に首相を辞任した。民政党総裁も辞任し、退院後は療養に努めたものの、治療の甲斐なく8月26日午後3時5分に、悪地の未行ぜ、抗戦禁止をのため公居。去年62日。浜口の死因に関しては、後日浜口が特殊な細菌、放射状菌が保有者であり、 その細菌が傷口に侵入して可能したことによる症状の悪化であると判明したため、犯人であるスケサトヤの裁判では、被告の罪状が殺人罪と殺人未遂罪のどちらが適用されるべきか、大いに紛糾した。審理の結果、狙撃と死亡との間に相当因果関係がないとして、殺人未遂罪が適用されたものの、1933年、 昭和八年の判決の内容は死刑であったが、昭和九年、1934年に、御社で、無期懲役に減刑され、1940年、昭和15年11月に仮出所している。助里屋に、モーゼル式八連発拳銃を渡した、岩田愛之助と、松木義勝も、宝女の罪で逮捕され、岩田は、懲役4年、松木は、懲役13年の判決を受けた。 襲撃現場に当たる位置は、厳重番線で、現在も東海道本線、在来線ホームで8号車乗り場付近であるが、ホームには目印などはない。真下に当たる、中央通路の新幹線中央乗り換え口付近、円粒活造作、仲間の彫刻の後方に、事件の概要を記したプレートと床面に埋め込まれたマークがある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。